バニラスカイ。女の子はいつでもヒロインになれるな。ハピーです。 FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんばんは。鹿児島県より世界中に音時間発信しています、シンガーソングライターマーマーのようこです。今日はこんな声ではございますが、ハッピーハッピーをいっぱいお届けしたいなと思っておりますので、最後までお付き合いくださいませ。よろしくお願いいたします。今日は11月2日木曜日、昨日はキティちゃんのお誕生日でございましたね。だから何って、ようこはキティちゃん大好きなのでね、しかも50周年を迎えるアニバーサリーイヤーがね始まりましたって見ましたよ見ましたよって言って、いやね、だって50歳ってすごいな、キティちゃんって。私もいつまでもね、可愛くいたいなって思う先輩がいて、本当ね刺激をいただきますよね。そんなようこ、今日はこんな声でございますが、とうとう実はね、あの10月22日の宝山ホールコンサートで声が出なくなっててもおかしくない状態でした、ぶっちゃけますですが、なんとか音楽の神様にね大事にしていただけたので歌うことができて、10月23日3箇所歌う機会いただきましたが、2箇所目までは良かったんですけれどもね、もう3箇所目移動の途中でもう声がクローズしてしまいまして、3箇所目はひどい状態だったんですけれども、それにもかかわらず1箇所目鹿児島市内市役所前で、2箇所目は鹿児島空港近くなので、まあ、車で 3,40 分かかります。早くて40分かな。で、そこからまた鹿児島市内天文館公園っていうね、また有名な場所続きだったんですけれども、その、移動の合間に声が出なくなったにもかかわらず、1箇所目から3箇所目までずっと待っててくださった方もいらして、一緒にね声が出ない分会場を盛り上げてくださって、おかげさまで CD も売れたし、グッズも売れたし、何よりも CD のね、この声がいい声で、ようこ本当はいい声なんですよって言ってね、あそうなんだ、今日も面白かったよ、素敵だったよとか言ってくださるお客様にも恵まれてね、まあ、とにかく感謝ばかりで、29日から、今日まではお料理を2回作るね、リクシール鹿児島さんのキッチンであったりとか、ようこおばんざいの企画であったりとか、お料理を作ることはあっても、なんと歌うことがねなかったので、とにかく10月は頑張りました。11月5日の垂水市の、産業祭、そして若潮酒造さんの焼酎祭りまでね歌えたらなと思ってね、ひとまず休養中でございます。今日は曲多めにお届けしたいと思います。ではでは、まず1曲目、ようこの大事な1曲、キス&ハグ、お聴きください。どこを切り取っても好きがいっぱい、君との毎日を綴る僕のカレンダー、些細なことで喧嘩をするよりもニヤニヤしちゃうよ、このまま時間が止まればいいのに、君を思うたびに涙が溢れてくる、いつの間にか泣き虫な僕たちは強くなるように、抱きしめ合うこの広い空の下に愛を伝えたい君がいる、いつでも心は抱きしめ合っているから、ちっぽけな自分を奮い立たせる愛、言葉は明日を変えていくために必要な愛、
相変わらず幸せな君と僕のカレンダー、今日もお休みのキスをするときに一緒に祈ろう、みんなが幸せでありますように。愛し合うことでこんなにも力が生まれるなら、みんなの思い集めて届けるよ、次の世界へ今一つになろう。この広い星の中に愛を伝えたい君がいる。何があっても心は抱きしめ合っているから、いつかこの日々が思い出になる時も、愛言葉は僕の中で生き続ける、変わらない。 I love you、 ずっとずっとそばにいよう。お聴きいただきました曲は陽子でキス&ハグでした。この曲をね、歌う時に皆さんの笑顔を思い浮かべていましたけれども、最近口ずさんでくださる方もいて、私はこっちがびっくりしちゃって、みんなに届きますように、届きますようにって発信しながら一緒にこの広いってこう歌ってくださる口をね、口元を見かけますと、もう歓喜余って泣きそうみたいな。最近ね、本当にこの曲がね、誰かの役に立っているとか、あ、伝わってるんだなって思うとね、もう幸せで幸せで仕方がありません。そんな感じでね、よくは誰かの音時間に寄り添える活動をしていきたいと思って活動しております。今回、お届けしますハピネスという曲は KKB 鹿児島放送と金谷体育大学の共同企画、登山のね体操となっております。ぜひね、3パターンありますので踊っていただきたいですし、とてもね体がほぐれておすすめです。大人の方にも踊っていただけます。なんですけれどもね、なんと私今日はね、嬉しいご報告を交えて、これをこのハピネスをねお聞きいただきたいなと思って、ひょこさん歌ってほしいんですけど、いついつ空いてますか。空いてますよ、ホームページじゃ見てみますね、どんなアーティストなのかチェックしますね、あ、お願いします。ひょこさん、できればハピネスも一緒に映像流しながら踊れたらいいと思うんですけれども、どうですか。わおって感じでね、あ、嬉しいな。ぜひぜひ KKB 鹿児島放送さんもね、ぜひ横さんが広めてくださるってめちゃくちゃ嬉しいんで、皆さんで踊ってくださいって言ってくださってるので、ぜひ全国でねこの曲も踊っていきたいと思います。当たり前の自然が当たり前じゃない、だからこそ私たちと寿命がね違う、ずっと居続けるそのもう本当自然に、地球に、宇宙に感謝して歌詞を書きました。お聴きください、陽子でハピネス。
お聴きいただきました曲は陽子でハピネスでした。新曲のね歌詞も取り掛かりたいんですけれども、まあいろいろとね私も考えることはありますし、まあ歌詞にどうぶつけるかであったり、どう表現するかっていうのは各自のね自由だからこそ、人を傷つけるための歌詞を書かないようにと思っておりますが、ただね女性としての歌詞を最近ね、やっぱ女ですけれども、なんというのかな、まあ落ち着いてますからね、いい意味で。なのでどういう刺激を求めてじゃあ歌詞を書くかなって、最近思ったのが、まあ漫画をね読んでね歌詞を書くことはありましたけれども、ただその映画を見てとかドラマを見てとかっていうねことがありますし、私の周りで恋バナをしてくださる方々もいらっしゃるのでね、それも踏まえて、まあ陽子はちょっとこう見て悪女じゃないのでね、悪女というねあのワードでね歌詞を書くと中島みゆきさんみたいなアダルティーな感じがいいのかな、あやっぱり時代をね、まあ、風刺した歌詞がいいのかなとかね、いろいろ考えてみますが、まあある意味この声の質も表現するにあたっては大事だなと思ったり、まあ、そういうことをねやっぱり考えるきっかけになるのはレコーディングで一番もう最高得点を叩き出したこの楽曲があるからです。陽子で片しぐれお聴きください。ふと懐かしい気持ちで目覚めたの、あなた越しに弱い光、雨の音が聞こえる、夢に見てた未来の破片が牙を剥いて、私の喉を刺すように言葉奪った、もう戻らない、もう戻れない、今が過去を作ってゆく、ただ懐かしい思いがそっと熱を聴いただきました曲は陽子で片しぐれでした。今日ねなんでこうやってねラジオでね陽子の曲をいっぱい流していくかと言いますと、陽子さんってカバー曲もいいんだけどさ、本当は陽子さんの曲が一番いいんだよね、それをみんなに知ってほしいっていう声がね、22日の宝山ホールコンサートを終えてからとても多くなりました。本当に嬉しい、ありがとうございます。そして古い曲もいいけど新しい曲を歌うよね、いやそりゃそうでしょとそりゃそうだよって思うけど、私だってねあの古い曲で皆さんが好きって思ってくださってる曲をね、いやまだまだだと思ってね、いやこれはちょっと陽子じゃないのかなとか思って歌わなかったりもしますよ、それは反省ですけれども、だけどねその声がまさか出るとは思ってないからこっちもねまあ本当ね私は、リスナーや応援してくださる方々にねよって、表現方法を変えるくらいもう芯はあるけれども柔軟性のあるアーティストでございます。なのでね皆さんの声をじゃん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 届けてくださいね。でもここで一曲、宝山ホールコンサートで赤ちゃんの耳に優しいようにという思いでね、歌いました。というのも、次女ののんちゃんを抱っこしながら歌ったのでね、やっぱり返しの音が大きくないようにとか、まあ、私たちも返しがなくても表現できるようにということで、イッシーのギターと陽子の歌で届けられるスウィーティーという曲を
甘い甘いラブソングなんですけれども、この歌詞子供を持って書いたって思ってもらえたらね、辻褄が合うんですよ。早く来てって言うんですけれども、まあ、この早く来て もう早く来んねんって、もういつまでそこにいるの、次行くよっていうのも今しか言えない愛おしい言葉だなと逆手にとると、早く来てって言うと、早く行くよ朝はって優しく言ってあげるとね、まあ10回に1回ぐらいはね響くこともあります、赤ちゃんにはねまあそんなね、まあ、私の中の人生の言葉遊びで歌詞は紡いでます。お聴きください、ヨーコでスウィーティー。愛してるずっとずっと、 I will love you forever ever。 こんなに愛せるって知らなかったの、いつもそばにあなたがいて、どんな時も包んでくれる、その声も腕の中も全部あたしだけのもの、苦しいくらいあなたのリズムに負けそうで、何もいらないからね、早く来て、愛してお聴きいただきました。曲はヨーコでスイーティーでした。あとね、ヨーコこの曲もちょっとね聴いてほしいっていうのがあるんですけれども、この曲本当はね、私が自分自身に、むしゃくしゃするような時にね、応援歌として書いた歌詞なんですけれども、やっぱりさ、今になってこの手で掴もう、手を取り合っていこうっていうのはね、どんなシチュエーションにも、どの応援にも当てはまる、いい歌詞だなと思ってね、おりますよ。ぜひ、沖縄でもこの曲使いたい、この曲を応援歌にしたいという方、メッセージください。お待ちしてます。ということで、覚えてね。みんなで、ライフ。Oh, he does.
バニラスカイは皆さんのメッセージやリクエスト大募集しています。宛先は797@fmgino1.com 797@fmgino1.com バニラスカイ宛てにお願いいたします。まあ、このライフはね、1番目はね違う歌詞ですけれども、2番以降はずっとウォー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 、この手で掴もう、ウォーウォーウォー、手を取り合っていこうという歌詞ですからね。ぜひぜひ皆さんもね、本当一人じゃないんだって思ってほしい。そんな車を運転しながらでも、電車に乗りながらでも、ああ一人じゃいけないんだなって思ってほしいくらいの気持ちでね歌い続けるので、お付き合いください。来週はもっともっといい声になって皆さんとお話メインでねお届けしたいと思いますよ。ね、なんと言いますか、まあ、あまりね言葉にしちゃいけない言葉はもうラジオでも、プライベートでも言わないようにはしておりますが、私も人間なのでね、ああ今日は喋り倒して歌えない、いやむしろ歌じゃない陽子でねお届けしたいなって思った時にね、やっぱりあそういうのを求めてらっしゃらないっていうのをね、やっぱりニュースとかで聞くので、あそれじゃいけないな、こんな声でもね頑張って歌わせていただきたいなと、届きますようにという思いでね、今日もそういう思いでラジオを、お話しさせていただきました。ぜひぜひ陽子の SNS YOKO 陽子鹿児島で検索いただきまして、各 SNS ねヒットしますので、ぜひ YouTube で、あ陽子こんな綺麗な声なんだね本当はねみたいな感じでお付き合いくださいね。ではこの後もひふみずばです。ひふみさんよろしくお願いします。皆さんめちゃくちゃハッピーにお過ごしくださいね。陽子もハッピーに過ごします。せーの、バイバイハッピー。